アニメ系 YouTuber が絶滅してしまうのも、そんな遠い未来ではないかもしれません。ということで、皆様、好きなアニメ系 YouTuber っていらっしゃいますでしょうか？てるちゃんさんが好きだよとかですね。三島さんが好きだよとかですね。ちゃんかやさんが好きだよとか、きちれこさん頭おかしいよとかね。いろんな好きなアニメ系 YouTuber さんいらっしゃるかもわかりませんけども、そんなアニメ系 YouTuber が活動できなくなる可能性あるかもしれませんっていうことで、今回はその内容についてお話ししていきたいと思うんですけども、これ先日ですね。全く違うジャンルなんで、ご存知ない方もいらっしゃるかもわかんないんですけど、今からプロ野球の話をします。皆様、プロ野球ご存知でしょうか？セリーグとね、パリーグっていう、セントラルリーグとパシフィックリーグっていうものがありまして、で、セリーグ、パリーグね、どっちとも6球団あってね、143試合戦ってね、1位をね、決めるみたいな、なんかそういう野球のプロの集団がね、あるんですけども、プロ野球っていうね、ものがありまして。で、その、プロ野球っていろんなルールがあるわけと、まあ、試合をね、観戦するルールだとか、なんかま、いろんなルールあるんですけども、その規約がね、変更されましたっていうことで、何があったかっていうと、試合中に撮った、まあ、動画なんかもそうですし、写真なんかもそうなんですけども、SNS に上げるなよって、っていうルールができたんですよ。今までってもう全然上げてよかったんですね。ツイッターとか見た時に、なんかプロ野球の乱闘シーンとかたまーに出てきたことはありませんか？あれっていうのは、そのお客さんがもう撮影したものをですね、ツイッターとか YouTube に上げてるっていう形なんですけども、それがダメになります。今すぐじゃないんですけどね。来年からなんですけども、ダメになるっていうところで、まあ、ただ、SNS に上げるのはダメなんですけども、例えばなんか LINE とかでね、友達とか、家族に共有するっていうのは全然 OK ですし、もう自分だけで楽しむみたいな。自分でこの動画を撮って家で、まあ自分のね、思い出に浸るためにまた自分見るとか。そういうのは全然そう。自分の個人のためにやるのはいいんですけども、SNS に投稿するっていうのはダメになりました。で、さらになんですけども、ちょっとNPB がね、公開したその規約の文章がふわっとしすぎて、わかりにくいんですけども、実況とかね、試合中に、試合の結果の実況をね、例えば YouTube のライブ配信なんかでするのもアウトっぽいんですよ。読む限りね。アウトってとこで、そういう YouTuber さんいらっしゃるんですよ。プロ野球実況系 YouTuber って言うんですかね。がいらっしゃって、テレビで放送しているプロ野球の試合を観戦しながら、その映像は映さないですよ。映像は映さないんですけども、その様子をなんか実況してるみたいな。ラジオみたいなもの、ラジオのプロ野球実況みたいなものを YouTube 配信でされてる方っていらっしゃるんですけども、それもダメらしいですね。野球のね、その結果っていうのも NPB が権利持ってるから、試合中にそれを発信するんだっていう。だから試合が終わった後に、例えば、巨人とヤクルト戦何対何で巨人が勝ちましたっていうのは全然いいですし、試合の感想なんかを動画にしてね、投稿するのはいいんだと思うんですけども、リアルタイムでの、実況っていうのもあかんくなったっていうところで、結構その SNS に対しての、規約ですね、が、NPB から発表されました。来年やりますよっていうところがあって、いろんな意見出てるんですね。賛否、意見が出ていてですね。で、結構私が見かけたのはですね、SNS って大事じゃないかっていう意見があるわけですよ。野球ファンの方が SNS に投稿しました。試合の見どころですね。なんか誰かがホームラン打っただとかね、すごいピッチングをしたみたいな動画を、ツイッターであったり YouTube に投稿して、で、それを偶然見た人が、野球って面白いやみたいな。野球の人口減ってきてますから、日本っていうのはね。野球って素晴らしいんだ、プロ野球って面白いんだっていうところで、それがきっかけでファンになる人もいるんやから、そこまでカッチカチにそのルールを、ね、作ってしまうっていうのはプロ野球にとって良くないことなんじゃないかっていう意見とかも見かけたんですけども、私はもうその考えが間違ってると思うんですよね。なんでかっていうと、そもそもの話ね、今まで
試合の様子をね、撮影して、まあ、SNS に投稿できていたこと自体が、もう、あまあまあやってたんですよ。NPB さんが、こう、目をつぶっていてくれたんですね。なんでかっていうと、まあ、皆さんですね、ドラマとかね、好きなドラマあります？あるかもわかんないですけども、秋とかになったら、なんか野球で潰れてません。日本シリーズっていうのが、プロ野球あるんですよ。先ほどね、紹介しましたけども、セリーグの1位と、パリーグの1位。まあ、ちょっと厳密に言ったらね、たまにはセリーグの3位とかが上がってくることあるんですけど、ま、1位、両リーグの代表が戦うっていう日本シリーズっていうものがですね、10月終わりから11月頭にかけてあるんですよ。全7戦あるんですけど、先に4勝した方が勝ちなんですけど、があって、日本シリーズって全試合地上波で放送されるんですよ。だから、結構長引くことはあるから、やっぱね、1位同士の戦いですから、いい試合するんでね、基本的には。たまになんか4連敗することもあるんですけど、まあ、いい試合するから長引くんですよ。で、普段ね、普段のそこら辺の、ただの試合とかやったら、なんか巨人、阪神、伝統の一戦とか、ね、巨人、ヤクルト、東京ダービーとか、だったら、9時で終わるんですよ。9時で、それでは、後ほど、なんか、続きはジータスで、とかで、終わってくんですけども、日本シリーズは、もう、試合終了までやるんですよ。ってなったら、いや、ほんまは、この時間ドラマやのに、野球やってるやん、みたいな。ね、去年だか一昨年だかね、サイレントっていうめちゃくちゃ人気のね、ドラマあったんですけども、サイレントね、野球で潰れちゃったんで、おいおいおい、みたいな、ね。意見があったんですけども、基本はね、テレビ局はね、NPB かなにお金を払ってね、放送権、放映権を買ってるんですよ。放映権買ってるから、テレビ局の皆様は、プロ野球の試合を流せるわけですよね。でも、ファンの方って、放映権一切買ってないじゃないですか。ね、お金払ってるわけじゃないので、それにもかかわらず、ね、普通にね、動画で撮影したものを、まあ、SNS にアップするっていうのは、あかんのですよ。権利をね、阻害してますんで、これダメなことなんですよね。それを NPB さんは、まあ、許してくれていたっていう、ただそれだけだったんですよ。で、さらになんですけども、野球ってお金払わないと見れないんですよね。プロ野球試合見に行くってなったら、どんだけ安くても何千円とかするんですよ。外野席でもね、2、3千円ぐらいするってとこで、お金払った人が見れるもんなんですよ。それを、ね、お金払って見に来たとはいえ、その人が動画撮って、SNS で無料で見させてあげるっていうのは、やっぱ、良くないですよね。うん、普通に考えたら。ほんまやとお金かかるもんなんですから。それを、今までは目をつぶってくれていたんですけども、NPB さんはね、あかんくなったっていう、ところなんですよ。だから、いや、プロ野球のファンもね、SNS に載せることによって、ね、貢献してるんやから、もうちょい甘く見てくださいよ、みたいな、まあ、意見もわからんことはないんですけど、今までが甘く見てくれていたっていうね、それだけなんで、まあ、正しくなったっていう、NPB さんが行動したっていうところやと思ってる次第です。じゃあ、これがね、何アニメ関係あんねんっていう話なんですけども、アニメもワンチャンね、画像の切り抜きだとか、そういうのは、一切、SNS に投稿しないでください。そういうルールができてもおかしくないですよ。いや、これほんまに思ってる。で、今までそういう話ってちょいちょい出てくるわけですよ。なんかファスト映画の時もね、いや、アニメの切り抜きとかダメなんちゃうかー、みたいな、ところで話題になったりもしましたし、ちょちょい話題出るんですけども、まあ、アニメ業界はね、まあ、そういうことはしないわけですよね。で、その時に、やっぱよく言われてんのが、まあ、結局、そういう SNS とかでね、アニメの画像の切り抜き使って、紹介している方々、まあ、TikToker でも、YouTuber さんでも、Twitter でもね、何でもいいんですけど、Instagram でも何でもいいんですけども、まあ、業界に貢献していると。ね。だって私ですらね、私のチャンネル規模ですら、やっぱコメントいただくんですよ。聖夜が紹介してくれたおかげで、作品見て、いや、ハマれました。面白かったです。ありがとうございます。私ですら、言われるわけですから、ね、冒頭で紹介した、ね、てるちゃんさんだとかね、三島さんだとか、ね、ちゃんかやさんだとかね、まあ、きちれこさんも、まあ、貢献してると思います。紹介してくれたから、見ましたっていう方。絶対いらっしゃるから、まあ、貢献はしてるんだとは思うんですけども、多少ないとはね、多少ないとは貢献してるとはいえ、でもルール違反なんですよ。
これは無ルール違反。ただアニメ業界さんが身をつぶってくれてるっていうところで、ほんまはダメなんですよね。じゃあなぜアニメ業界はこういうの取り締まらないのかっていうと、もうそんな時間の無駄やからですよ。もうアホみたいにね、アニメオタクなんか言ってね、それをなんか一人一人ね、いやダメですよダメですよダメですよなんか言ってる時間もないし、そんな時間無駄やし、お金もないしっていうところで言わないんだろうなっていう、そういうルール作らないんだろうなって、個人的に思ったんですけども、NPB それやったんですよ。その時 NPB も今回そういうルール作りましたけども、ね、たとえ、ね、ツイッターにね、野球のね、現地観戦の動画を上げてる人がね、いたとしても、多分、お咎めないですよ。絶対にないと思う。なんかその動画がバズっただとか、まあ、フォロワー数が多いだとかね、チャンネル登録者数が多い人が、そんなことやってたら、言われるかわかんないですけど、NPB か注意受けるかわかんないけれども、例えば私がね、ツイッターのフォロワー数なんかね、300人、400人ぐらいしかいないですけど、その規模で、試合の様子の動画をね、ツイッターに投稿したとって、なんの、お咎めもないと思うんですよ。そんな細かくまで見てないと思うんで。じゃあなんで言ったかっていうと、やっぱ NPB からの、まあ、意思表示ですよね。ダメなんやぞっていう、まあ、いろいろとあったんでね。野球観戦の動画の関係で、ちょっと、プロ野球もいろいろとあったんで、ダメなんざ、どう言うてん。ね、意思表示として、こうやってきた。これを考えると、アニメ業界に対してね、今まで私たちが思っていた、いや、どうせこんないっぱいね、取り締まれるわけないんやから、アニメ業界もずっと目をつぶってくれてるだろう。SNS でね、貢献してる人がいるから、目をつぶってくれてるだろうっていうのは、もう言い訳にはならなくなったんですよ。そんなんは、もう全然ありえないですよ。全然やってきますよ、いつか。アニメ業界さんも、ね、まあ、いきなりかわかんないけども、なんか例えばアニプレックスさんの作品はダメですよだとかね、東宝さんの作品はダメですよとか、ちょっとずつ始まる可能性あるんですよ。NPB がやったもん。NPB の方がなんやったらね、ワンチャン規模多いんじゃないですか？毎日毎日ね、プロ野球って6試合やってるわけですよ。ね。で、まあ、平均しても、まあ、2万5千人ぐらいは1日球場行ってるんじゃないかなと思います。ね、それ6かけたら何ぼですか？ 2万5000かける6、6、5、30、6、20、10、15万人？そんな規模のね、ファンを抱えている NPB が SNS への投稿はダメですって言ったわけですから、全然アニメ業界が今後動いても、いや、おかしくはないなぁと思いますので、これパコーン言われたら、もうアニメ系 YouTuber もうお手上げです。何もできません。それこそ今ね、アニメの画像切り抜きまくって、動画投稿してる方なんか、どうするんでしょうかね、いきなり。自分で書くんですかね。ファンアート盗んでくるんですかね。わかんないんですけども、もう多分お手上げにね、なるんじゃないかなと思ってますし、まあ私はね、全くアニメの画像は使わない。キービジュアルすらも、まあ使わないっていうところで、もう生身だけでね、やってますけれども、でも、NPB がですね、試合の実況はしたらダメですよって言ったわけですよ。その試合の結果っていうところも、NPB が権利持ってるから、試合中はですけど、リアルタイムでは、試合結果配信しないでくださいねって言ったんですよ。で、これアニメ業界にね、落とし込んだ時に、アニメの感想を語っていいんかなってなるわけですよ。正直ね、プロ野球とアニメではですね、全然ジャンル違いますから、今回のプロ野球の規約ですね、アニメ業界に、まあ、うまく当て込むことはできませんけども、感想を語るっていうのも難しくなる未来が来るかもわかんないですよね。っていうところで、まあ、今回のですね、NPB が作った、その SNS に対する規約の変更っていうところがですね、もうアニメ業界でもね、起こり得ることだなっていうのは強く感じましたので、まあ、ちょっと危機感を持ってじゃないですけれども、もう今一度ですね、その著作権っていうところもそうですし、まあ、アニメを取り扱う動画を作るというところにおいて、まあ、考えていく必要って今からですね、あるんじゃないかなと。強く思った次第でございましたっていうところで、以上で動画終わりたいなと思います。ぜひ皆さんですね、好きなアニメ系 YouTuber さんいらっしゃいましたらコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、それとかどっかにと思うんで、あと1本ぐらい視聴していたの幸いです。ハッピーラッキーみんな届け。